はい、皆さんこんにちは、榊淳です。6時半、もうすぐ今日終わりです。あんまり今日はね、仕事ができませんでしたけどね、社内はあんまり。明日から頑張りましょう。さて、現代ビジネスに3日ほど前に出た記事で困難がありまして、ムンジェイン大弱り…韓国経済ピンチで最低賃金が上げられない、若者の失業率も上がってきているっていう、まあ、こういう記事があるんですけど、私も韓国ウォッチャーを辞任しているんですけどね、どうでしょうね、経済政策が、そう、なんて言いますかね、正しいというか、なんていうかな、正しいものがないんですね。経済が成長すればいいわけですよ。景気が良くなればいいのが基本的に経済政策なんですけども、ムン・ジェインさんの経済政策を見てますとですね、特に何かをやってるという感じはないんですね。で、大統領に就任されてから3年ちょっとになりますけども、まあ、目立った政策というのは最低賃金の引き上げでございまして、これがですね、8590ウォンまで上がってきましたね。日本円で言うたらどうでしょうね、800円ぐらいなんでしょうかね。1万ウォンに引き上げるというふうにおっしゃったそうですけども、それがなかなかできていないという情勢でして、まあ、それでもかなり引き上げはされたんですよ。で、なかなかね、その上げられない理由はですね、上げてしまうとですね、払えない人が出てくるわけなんですね。その最低賃金を払えない人ができて、要は払えないから、逆に言うと、その、どう言いましょう、人をや、まあ、簡単に言えば、解雇するということにもなりかねないわけですですね。解雇されるとですね、失業率が増えるわけですね。韓国ウォン 0.0088 だから、まあそうですね、800円ぐらいなんでしょうかね。日本は今東京1000円超えてますね。でもまあ日本と韓国のその差ってのはそんなもんなんですよ、我々が2割もリードしていないんちゃうかなと思いますね、一人一人の生活水準とか考えますと。これをですね、7月14日にですね、2021年までに8720ウォンにすると。まあ、それでも1万ウォン遠いですね。で、これによってですね、失業者は増えています。実は若い方の失業率が増えてるんですね。2桁に乗ってしまってます、20代とかの失業率は。それってね、はっきり言ってね、私から見るとね、失敗なんですよ雇用者も減ってます。で、増えてるのはね、60歳以上の雇用者が増えてるっていうんですけど、なんでそれ増えたんかっていうと、政府が雇ってるんですよ、無理やり。学校の電気を消す人とかねそういう人を無理やり雇って、いや、ものすごい安い賃金で雇ってるね。1日数千円、数千とか1000円とか2000円とか。でも一応それは雇用になるんで、統計数字をアップするという、そういう、まあ詭弁みたいなものですね。こうやって全体的な労働者数については増えたいやんとかって言ってたんですけど、まあ、今度まだ減りましたけどね。で、まあ、明らかその、何と言いましょう、経済を良くしようというふうに、まあ本人は思ってるんでしょうけども、逆のことやってるんですね。あと、ムン・ジェインさんの考えてるのは財閥解体なんですね。韓国の代表的な財閥はサムソン、サムソンとかですね、ヒュンダイですね、デウとかですね、そういった阪神、大韓航空ですか、韓信っていうんですか、あれ、なんていうんですかね、ハンチュンかな、なんかそういう言い方でしょうけど、8大グループなんかあるんですけど、それを解体したいわけですね。なぜかっていうと、ムン・ジェインさんという方は社会主義者なんで、大企業が利益を貪るっていうのを
が悪だというふうに考えてるわけですね。労働者に分配せなあかんというのはムン・ジェインさんの立場というかお考えのようでして、そうすると賃金を上げろということになります。で、韓国は労組が強いところなんですけど、労働組合が、まあ、むちゃくちゃなこの、まあ、闘争をやるわけですね。僕らから見ると、そんなんやったら会社弱るやんみたいな、もうそれも容認してるということで、非常に財閥側からすると経営がやりにくいなと、ムン・ジェインさんの手がやりにくいなという感じになっています。でそこへ持ってきて、去年ですね、その日本がですね、貿易管理の強化ということをしてですね、韓国をホワイト国から外すというものですが、もう猛烈な反発があってですね、ジャパンボイコット運動というのをなさったわけですけど、今のアメリカと中国もそうですけど、そういうこう、まあ言ってみればですね、対立関係を煽ってですね、損をするのは弱い方の国なんですよ。で韓国ではボイコットジャパンかの運動が起こって、まあ、日本の会社がいくつか撤退しましたけど、日産とか撤退してきましたね。撤退してきて、確かにあのアサヒビールはほとんど売れなくなってみたいな、で日本には韓国の方が来られなくなってみたいななんですけども、逆にその日本からも行かなくなったわけですね。まあそうちょっと減ったわけですね。でまあこれでコロナになったわけですけど、結局ボイコットジャパンでどっちがどんだけ損したかって言ったら、まあ、圧倒的に向こうの方が多いと思いますね。だから自国の経済を強めることにはつながらなかったというふうに思います。で、今度はコロナでしょう。まあコロナは世界等しく平等にですね、景気の足を引っ張っているというふうには思います。で、まあ、さまざまな経済政策をされてていたんですけど、まあ、ちょっとやっぱりね、こう日本の安倍さんがやってたのに比べると若干劣るかなという感じはいたします。思い切ってできていないというところがあります。で今度ですね、こうアメリカからですね、こうプレッシャーをかけられてるんですね。どういうプレッシャーかというと、お前ら中国に着くんか、それともこっちに着くんかということですね。簡単に言えば SK ハイニクスやサムソン電子に対して、お前らファーウェイに半導体売るんか売るんやったらアメリカでの活動ができへんでみたいな、そういうことなんですね。どっちを取るかというふうに迫られてるんです。で今のところ依存度は対中依存度の方が高いんです。実は高いんで、本来こうそれやったらかまへんもんって、中国によるもんっていうふうに行きたいところなんですけど、それでアメリカで切られてしまったらですね、まあ、そっちも、まあまあ、2番目の国ですからね、非常に嫌なんですね。でムンさんの得意技はあやふや路線むにゃむにゃする路線で、どっちにつくとも言わんと、どっちにもええ顔しといてなんとか逃げ切ろうというところなんですけども、まあどうやら逃げ切れはしないと思います。でもう一つ問題があってですね、韓国の中にいる駐留しているアメリカの軍隊ですねの費用を払えと、今までの4倍払えと言われてて、そのが全くこう交渉が混迷しております。もう半年以上もうあれですね、妥結できずにいるということでした。アメリカはかなり苛立っているというふうに見ていいと思いますね。まあ、だからかどうか知りませんけども、9月ですか、9月に開くサミットにはちょっと来い来いっていうか、じゃあ来い来いと行くんですけど、ムンさん、まあほんまに呼ばれたらね、ほんまに言われたらホイホイと行くんですけど、行ったらわーっとなんか出されるんですきっと。お前これでこれでこれでこうやるよ、分かったなみたいなことをトランプさんとか言われるんですきっと。まあまあそれはいいんですけど、そうやってね、かなりこう、まあ僕から見ると失敗をなさってるわけですよ。でもちっともうまくないんですよ。まあ経済に限らずね、外交でもね、あんまり上手じゃないっていうか、むしろド下手なんですね。そのくせ国内向けは威勢のいいことをおっしゃってるわけだって。不思議なのはね、韓国内のメディアがね、それをね、保守系も含めてね、あんまり手厳しくね、追求してないんですよ。なんでやろうと思いますね。そんなあれ、同じ状況で日本やったらね、まあ野党にはキャンキャン言われるし、もう新聞には叩かれまくる、新聞メディア、テレビでは叩かれまくるはずなんですよ。
もっとも韓国の場合テレビ局はほとんどムン・ジェインさん系の経営者に変わってますから、叩けないともあるんですけどね。で、新聞で唯一朝鮮オンラインと中央日報がですね、保守系と言われてまして、反ムン・ジェインなんですけども、その両方私毎日チェックしてるんですけど、まあ、確かにね、厳しい目の表現はありますけども、もっとキャンキャン言ってええんちゃうのと、日本のねメディアが安倍さんのことをもう本当にもうむっちゃくちゃ書いてますよねむっちゃくちゃ書いてる。あれくらいのことなんで書かへんやろと思って、不思議で仕方がないですね。健全な野党や健全な批判勢力がないとですね、やっぱしねおかしいことになるんですよ、政治というのは。日本なんかそれありすぎるんですけどありすぎてまたこれも弊害があるんですよね、日本の場合は。だからアメリカなんかトランプさんのフォックステレビ以外は全部アウトですから、全部アウトというか全部敵ですからね。それでようやってるわと思うんですけど、韓国は一応自由主義陣営という形の上ではそうなってますけども、そんなはずはないと。あのメディアの状況を見てるとね、なんでええんちねえなんて言って、はっきりね、もっとね、間違いというかね、誤りというかね、方向性がちょっとずれてるよというのを指摘すべきやと、もう日頃からずっと思いながらですね、韓国メディアのニュースを見てるというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。